はい、前回動画の続きになりますけどね、朝はねあんまり風吹かないけど、すでにねビュービューなんかね普通は吹かないけど吹き出したんで、ちょっとね声がね、風でかき消されるかなって気もするんやけどね、早速まあやっていきたいと思います。こういうふうにねクワトロさんでね、買ってきたよね、これ乙女心激安でしたよ。値段はちょっとあえてね言わずに置きましょう。でそれをねこういう感じでね何個もこういうふうにね植えていこうかなと思ってるんですよね。こんな感じで乙女心だけにしようかなと思ってますけどね、まあちょっと様子を見ながらね、他のねオーロラとかもちょっと見ながらちょっとやるかなと思いよるけどね、こんな感じですね。すでにねこう根っこがあるので、まあちょっとこれをね少しこうほぐしてね、ほぐして植え付けようと思ってますね。まあちょっとこう置いてね、後で土をこう追加するイメージにしましょうかね。ね、あちょっと土が多かったな、ちょっと苗を置いていこうね。まあどんな感じになるかね。ただ乙女心やっぱ強いからですね、本当にね、好きですね本当にね。葉先がねまあここにこうあるよね、オレンジ色にねこういう風になるよね、これは完全にね 水切れによるオレンジやけどな、だんだんね、寒くなってね、紅葉が深まってのオレンジにね、変わっていきます。本当ね乙女心はね本当おすすめですよ。本当に可愛くて綺麗で強いでね、やっぱ育てやすいのはねやっぱ一番やね。無理してね、無理して育てにくいやつをねこうやってもね、いつもなんか苗の心配をしとかなきゃいけないっていうのもなんかね、それもそれでちょっとどうかなという気がするからですね、こういう育てやすいやつ、特に花壇とかね、基本的にはねまあ野ざらしの状態なんでですね、まあいろいろねこうやってね置いていきたいと思いますね。土は単一のやつじゃおかしいってさね、前回動画でおかしいじゃない、ちょっと厳しいかなって思ったけど、苗は単一の方が管理はしやすいかもですね、やっぱりね多肉により性質がこうそれぞれ違うからですね、それぞれ違うんでやっぱね水の欲しがるこうタイミングとかいうのもね全部変わってきますからね、そういう意味ではね、単一のやつの方がこうやりやすいんかな、育てやすいんかなって気はしますけどね、まあちょっとこんな感じで植えてみて、間をね、カットして埋めていこうかなというふうに思ってますけどね。よしこれね土をどんどん入れていくかな、上にねこういう感じね。こんなんでいいんかな、ね、こんなんでどかどかと入れていきましょう、ね、うわ苗深植えはあんまり良くないけどね、植物全体にとって、全般ね、やっぱね植物も息をしてるからですね、深植えはあんまりね、一般的にはよろしくないよな、なんか深植えみたいになってますけどね言う癖になってますけどね、こういう感じであるけど、もうちょっと植えますかね、ないのね、もうちょっと入れようかね、
苗がねまた別にあるんで、またもう一個ね追加をしましょう。ちょっとスペースがあるけどな、スペースがあるからちょっとまたここに押し込んでいきますかね。ね、こういうね、まあまだあるけど、これはねちょっとね詰めていこうかなと、カットしていこうかなと思ってますけどね。どれかいいのがねえかな、どれかいいのがねえかな。あ、こらへんに1個あるな、まあ、ここ詰めてもねここにまたあったりするんで、こういったのをちょっとこうね間に落として、こう乙女心の高さがこうなんていうの一定すぎるんで、ちょっとねカットしてこう強弱中かね、あ、強弱、高低をつけようかなと思ってですね、低い苗とね高い苗、まあ低い苗がね日当たり不足になると悪いんやけどね、でどうかな、そうやな、ちょっと変化つけるために手前ぐらいにはちょっとこういうふうに、これも最強やな、ベニチゴとかをねちょっと隙間に入れますかね。あら、もう一個あったはずやけどなもう一個あったはずやけどな、どっかね、あれ探しきれんな、探しきれませんね、どっか行ったな、まあねこういう感じで、あとはそうやな、ここら辺も切るかな、よし切ってみましょうかね。でまたこう置いてね、あちこちょっと、あこれもいいな、これもいいね、ここからまた切ってどっかこら行きますかね、こんな感じでね、あとはまあちょこちょこ間をね埋めますかね、他のやつでね、どうなるか分かりませんけどね、ねそうやね、こんなんかな、あとはまあちょっとね一回据え置いてね、据え置いてまたちょっと調整してね、追加しようかなと思ってますけどね。はい、一旦止めますね。他のね、こういったね、ベニチゴとかねオーロラをまあ植えようかなと思ったんやけど、まあなんかそれも中途半端なんで、今庭でね、前からあるね、乙女心をね、何個もねちょっとカットしてきたの、こういうね、だからもうこれをちょっと植えてね、これで隙間を埋めていこうと思ってます。これね、これはもうね3年も4年も経ったやつやけんね、フル株のね、乙女心ちことになるけどね、こういう風に、ね、まあちょっと伸びてねこういったのがね日照不足になるのがちょっと怖いなとか思いながらもね、まあちょっとこういう風にやっていきましょうね。乙女心オンリーやな、はい、まあちょっとこんな感じでね、あとはもう一回据え置いて、まあねちょっと小さい乙女があったら植えてもいいけどね、ちょっと置いて感じを見てみますかね。はい、ねこうやって置いてみるとこんな感じです。まあねあまりにもね根元が寂しいからね、小松緑をね切ってねぐさぐさっとこう刺してますけどね、まあね寄せ植えとはね言い難いんやけどね、こういう風にね、流し台プランターの時と一緒でこう多肉のまた森みたいにね、していきたいなと。でこれねオルツナをちょっとバラバラって巻いてね、パーッと巻いてこれにね、まあ砂をちょっとね上からかけたんで、土がねこうかぶったままなってるんで、これ水をねザーッとあげます。まあ今成長期だしね、こうやって
ちょっと土をね、落ち着かせて、ね、はい、こんな感じしました。まあね、またちょっとあんまりかなと思ったら追加をね、またしていこうかなと思いますけどね。ちょっとしばらくね、こういう風にね、こういった感じで様子を見ていきたいと思ってますのでね、はい、続きはまたね、アップしていきたいと思います。はい、それではね、チャンネル登録と、よろしかったらお願いしたいと思います。はい、それではまた。